はい、よろしくお願いします。今回は中学国語助動詞丸八をお送りします。で、今回はね、このようだ、ようです、この2つね、この2つについて取り上げていきます。で、問題は全部で6問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部説明しながら問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。でね、もしかしたらなんですけど、若干ですね、外で今近所のワンちゃんめっちゃ泣いてて、ワンワンって、で、それが入ってるかもしれないんですけど、ちょっとね、お気になさらずというか、入ったままで申し訳ないんですがね、このまま聞いていってください。じゃあまずポイントいきましょう。で、今回助動詞ね、ようだ、ようですをやるんですけど、まず意味が3つです。いい ?3 つで、1つ目が推定です。推定で、例え、例示、この3つになります。で、まずそのね、意味がどういうことなのかっていうのはここでやるので、まず3つの言葉覚えちゃってください。推定、例え、例示ね。で、その意味を表し、で、用言、つまり、動詞、形容詞、形容動詞ね、用言のほにゃらら形や助詞ののなんかに接続すると。で、まず何形か、ここがですね、用言の連体形です。いいね、連体形に接続します。で、表いきましょう。でですね、ちょっと違う動画の話なんですが、助動詞〇5の時にだとですの助動詞をやったんです。だとです。で、もし時間が許すようだったら、そのね、丸5にちょっと飛んでもらって、下のリンクから飛べるので、ちょっとね、なんだ、探してもらってになっちゃいますけど、で、だ、ですの表を一回で復習してもらうとありがたい。で、なぜかっていうと、それを使うとほぼ解けます。このようだとようです。で、先に書いていきますけど、まずようだの方が、ちょっとちっちゃくなっちゃうけどごめんね。一つ目が、ようだろです。ようだろ。で、次、用言、これ、連用形が3つあって、ようだにちっちゃいつ、ようで、ようにです。ちょっと3つあってややこしいんですけど、ようだ、ようで、ようにですね。で、終止形はようだで同じで、次、連体形なんですけど、ここね、抜けてるんですよ。いつもね、大体同じなんですが、ここ、ようなになります。で、かてが、ようならです。これがまず、ようだの方。で、ようですに関しては、かて命令がありません。で、ここは、ようです、ようですなんで同じだと。だから、上2つだけなんですけど、まず1つ目。これね、長いんでちょっと外しますね。ようでしょです。未然が。ようでしょ。で、連用形が、ようでしです。いいかな。ようでしょ、ようでし。で、ようです、ようですとこうくる。でね、なんで、その、だとですのをね、復習してほしいって言ったかっていうと、その、だとですの表があるでしょ、活用の。それに、ようをつけただけなの。だから、活用のね、だの活用って、だろ、だ、で、でね、このようにだけ特別なんだよ。これだけ覚えなきゃいけないんですけど、もともと、だろ、だ、で、だ、な、ならなんです。だから、それにようをつけただけ。もともとがだにようをつけただけだからね。で、ですの活用も、でしょ、でし、です、です、バツ、バツなんです。だから、ようをつけただけなの。だから、だとですを覚えておいて、ようをつけるだけ。で、連用形のようにだけ追加されると。いうふうに覚えると、覚える分がね、少なくて済むので楽かなとは思います。もしよかったら、そんな感じでね、覚えてみてください。で、最後ね、ここ探していきましょう。で、今ね、傍線部引いてあって、その意味をポイントの中の3つ、つまり、推定、例え、例示ね、3つから探していくと。で、今回も、キーワードをちょっと使っていきます。で、まず、入るかな、左。ちょっと待ってね、推定のキーワードいこうか。ちょっとね、なんかね、ペンが先があれなんですけど、推定のキーワード、これがどうやらですね、これがまずキーワードになります。どうやら。で、次、例えですね。例えのキーワード、
が、まるで。いい、まるでです。で、最後、例字ですね。例字のキーワードが、例えば。これがキーワードになります。ちょっとね、ややこしいのが、例えはまるでなんだよ。で、例字が例えば、ちょっと例えって入っちゃうんでね、ちょっとごちゃごちゃしやすいんですけど、これキーワードさえ覚えてしまえばかなり区別がしやすいです。で、どうやるかっていうと、まず3番、明日は晴れるようだ。まあ、明日は晴れるようだ。どっちでもいいね。で、明日は晴れるようだっていう言葉のどこかに、このどうやら、まるで、例えばを入れてみてください。で、今回は全部短い文なので、だいたい一番最初に入れるといいです。で、読んでいくよ。まずね。どうやら明日は晴れるようだ。次。まるで明日は晴れるようだ。最後。例えば明日は晴れるようだ。さあ、どれが意味通じるって。これだよね。どうやら明日は晴れるようだって意味が通じるでしょ。だから、このようだは推定になります。いいかな？こんな感じでやるといいです。で、さっきも言ったように、文章が短いんで最初に入れるとしっくりくる。ただ、もし長かったりする場合は、ちょっと入れる場所をね、工夫しなきゃいけなくなる時もあるんですけど、基本的にこのキーワードをぶっ込んで意味が通じれば大丈夫という感じでやるといいです。で、次ね、彼女のようにやりなさい。また言ってみましょう。どうやら、彼女のようにやりなさい。次、まるで彼女のようにやりなさい。例えば、彼女のようにやりなさい。これどれかっていうと、これが一番来るね。しっくり。例えば、まあ、彼女を真似する感じです。例えば、彼女のようにやりなさいっていう。だから、このようにの意味は、例字になります。いいね、例字です。ちょっとごめん、消えちゃったね、こっちね。よいしょ。で、次。彼は子供のようだ。これも入れていきます。どうやら彼は子供のようだ。まるで彼は子供のようだ。例えば彼は子供のようだ。これもしかしたらね、どうやらも通じるんじゃないって思うかもしれないんですけど、これまるでのが通じます。こちらがしっくりくる。まるで彼は子供のようだってことだね。だから、このようだの意味は、例えになります。いいかな？例えです。で、最後。イベントは中止になるようです。どうやらイベントは中止になるようです。まるでイベントは中止になるようです。最後、例えばイベントは中止になるようです。さあ、どれかって。これはどうやら、これが一番しっくりきます。どうやらイベントは中止になるようですと。なので、このようですは、推定ということがわかります。いいかな？でね、毎回ちょっと言ってますけど、確かにこれでね、解ききれない時も出てくるんです。けれど、基本的にこの3つ、推定、例え、例字、それのね、どうやら、まるで、例えば、この言葉を覚えておけば、基本的に解けますので、まあね、ぜひ参考にしてみてください。では、今回は中学国語、助動詞丸8をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、ちょっと似てるんですけど、今回、そうだ、そうですをやります。ここがそに変わる感じね。で、それについて取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。